はい、レオンチャンネルです。今回紹介するのはこちら、ウルトラマンルーブデラックスルーブクリスタルホルダーです。はい、第1話から登場してる変身時に出てくるクリスタルケースで、本編通りローソとブルのリバーシブル仕様になってて、最大4枚までルーブクリスタルを収納することができますし、これでセレクトクリスタルのあのシーンを再現することも可能ですね。しかも今回はウィンドのタイプチェンジ用のティガクリスタルも付属しますから、結構重要なアイテムですよね。というかウィンド界のイカロスの子がめっちゃ可愛かったのが印象的でしたよね。で、ここにビクトリーのクリスタルも載ってて、これで4つの属性、火、水、風、土の4属性収納ができますよと書いてありますし、各タイプチェンジのサウンドとか必殺技にも対応してますよと。なのでこのパープルカラーはティガマルチタイプの一部本体カラーを引き継ぐような形ですよね。ではレビューしていきます。箱も結構大きくって、おそらく1分の1サイズだと思われますが、はい、ティガクリスタルプラス、あ、やっぱ大きいね。1分の1かな。この本編でくるくるくるーっと回ってるところに、カチャッとね、カツミとイサミが掴むような形ですが、リバーシブル仕様も本編まんまでめちゃかっこいいんだけど。はい、中身はこうなってて、ティガクリスタルとルーブクリスタルホルダー本体。まずティガのルーブクリスタルの絵柄はこうなってて、いつも通り3本角が生えてますから、1本角のブルの状態と2本角のロッソ状態の2モードに変えることができますし、ウィンドのタイプチェンジクリスタルですからパープルカラーが特に目立ってますね。まずはもうタイプチェンジ音を鳴らしちゃいましょう。ブルーウィンドウセレクトクリスタル。的は風、自然の疾風。はい、ブルーウィンドの専用サウンドが鳴りましたね。さらに必殺技。ストームシューティング。じゃあさらにロッソウィンドウセレクトクリスタル。的は風、自然の疾風。さらに必殺技。ハリケーンバレットで必殺技サウンドが変わりましたね。ルーブスラッガーと連動。まずはブルーウィンドウ。はい、個別認識しますね。ウルトラマンティガーでパープルに光って、おー、ウィンガースラッシュで新たな必殺技サウンド。さらにロッソウィンドに切り替えて、エアロダブルスラッガーでこちらも新しい必殺技サウンド。ルーブスラッガーでのセット状態の見た目はこんな感じですね。ちゃんとパープルカラーに変わるのがすごい。ではホルダー本体も確認しましょう。1分の1サイズですから結構ボリュームあって、ぐるっ
と見回すとこうで、上側下側で、正面はロッソカラーの赤色で、真ん中にクリスタルのマークがあって、全部メタリックですから、クリアパーツは使われてなくって、後ろ側のブルの方を見るとメタリックブルに変わってて、一本つのとか二本つのとか、そういうアレンジはされてませんね。ただ炎エフェクトの雰囲気がだいぶ変わってますね。で、ここにヒンジがあって、パカッと開けることで、はい、4つ収納。ロックはここか。この部分にジョイントがあって、ガチッとはまりますね。で、内部パーツにもしっかりデザイン入ってますし、ウルトラマンシルエットが4つありますね。もっと簡単な作りになってるかと思ったら、意外としっかりしてて、ここにロックパーツが2箇所ありますから、この向きで、これクリスタル見ると、後ろ側のここに形状が凹んでる箇所がありますから、この位置に合わせてはめると。おー、すごいしっかりはまる。なので、ガチッとロックしますから、振ったりとか逆さにしても落ちませんね。逆にこの方向以外ははまらなくって、ちゃんと正位置じゃないとロックされませんね。なので本編的な感じで、太郎を右上に銀が、さらにその下にティガーで、あとビクトリーが揃えば4つコンプですが、どれもカチッとしっかりはまりますし、引っ張れば簡単に取れますね。で、この状態でパタッと収納すれば、はい、これでカツミが持ってるクリスタルホルダーからの開けて、セレクトクリスタルのシーンを再現することができますし、逆に裏返して、イサミのクリスタルホルダー状態からパカッと開けて、セレクトクリスタルの変身手順を再現することができますね。あとは、4つのクリスタルセット状態の見た目はこうで、もともとクリスタル自体がそんな重さありませんから、満パンでも特に重さが変わったりとかしませんね。軽く扱えますし、クリスタル収納は最大4枚ですから、収納アイテムというよりはなりきりアイテムですよね。とはいえ、この手のひらにすっぽり収まる感じはすごい。一応ルーブジャイロとサイズ比較するとこうで、とりあえずこの両方を揃えれば超絶なりきり度がアップしますね。もちろんドンと置いて自立も OK ですから、ロッソ側でもブルー側でもディスプレイ状態 OK で、さらにバカッとね、開けて飾るのもありですよね。これで表側を見るとこのようになっております。本編的には多分一つしかないホルダーだと思いますが、今回は弟くんとお兄ちゃんと二人分おもちゃの方は買っちゃいました。なので本編っぽく遊べば、後ろに隠して出して、オレ色に染め上げろルーブからのケースからクリスタルを取り出して、セレクトクリスタル太郎をセット、まとうは火グレンの炎、ロッソフレーム変身完了からホルダーを反対側に開けて、メダルを取り出してセレクトクリスタル、銀河をセット、まとうは水紺碧の海、はい、ブルー赤に変身完了で、やっぱホルダーがあるとめっちゃ楽しい。あと、アイゼン誠が使ってる怪獣のクリスタルホルダーはまた別で発売しますが、怪獣もウルトラマンもクリスタルの形自体は変わりませんから、怪獣ばっかり、まあ宇宙人とかもか、をセットしてホルダーの雰囲気を変えることもできますね。はい、バルタン星人ジャグジャグさんに、ブラックキングにグルジョボーン、こういうホルダー状態なんかもありですね。
はい、ということでウルトラマンルーブデラックスルーブクリスタルホルダーを紹介しました。変身時には必ず登場する重要アイテムですし、リバーシブル仕様になっているおかげで勝美と勇美とどちらのモードでも遊ぶことができますし、特に今回はタイプチェンジ用のティガクリスタルが入ってますから、今のところこれを買わないと手に入りませんので、タイプチェンジ遊びしたい場合はホルダーの購入が必須ですね。定価2000円で僕は1500、600円で買いましたから、割と価格的にも買いやすいですよね。以上、ウルトラマンルーブデラックスルーブクリスタルホルダーの紹介でした。